世の中には、絶対に足を踏み入れてはならない場所が存在する。あなたの知らない世界へようこそ。ミステリー調査員のゆっくり霊夢と、マリサだぜ。今回は、滋賀県の絶対に行ってはいけない心霊スポット18選を紹介しますね。琵琶湖湖畔の景色がとても素敵なのよね。自然も多いが京都や大阪へのアクセスも良いので住みやすいところなんだぜ。ただし、これから紹介する場所は危険だから注意してくれな。ゆっくりしていってねー。まずは、山中越えを紹介するぜ。京都と滋賀を結ぶ県道30号線は曲がりくねったカーブが多く、急にカーブになったりするのでこれまでに死亡事故が多発しているぜ。めちゃくちゃ危険な場所なんだね。ああ、ここでは、以前事故にあったゴーストカーがすごいスピードを出して追いかけてくるという恐怖の体験談もあったんだぜ。また、走り屋がここを通って事故にあったという噂もあり、走り屋たちの間で有名な通りだそうだ。ゴーストカーは事故で亡くなった事故車という噂だぜ。お次は、宇治川ライン死亡事故多発現場を紹介するぜ。こちらでは数多くの事故が発生していて、危険な場所として地元では有名なスポットなんだ。直線の道でスピードを出して走行していると、その先に急に S 字カーブがあり、対向車と接触し死亡事故が起きているぜ。うわぁ、スピード出しすぎは良くないよー。だよなー。ここは夜になると不気味な雰囲気になり、幽霊が出ると噂されているぜ。肝試しで訪れる際にはくれぐれも事故に遭わないように注意してくれよな。地味毛陽仮御免の丘を紹介するぜ。延暦寺は滋賀県で有名な観光スポットなんだが、延暦寺の山中にある清浄地は三大魔所と呼ばれていて、仮御免の丘もその三大魔所の一つなんだが、公式には認められていないんだぜ。え、なんで公式で認められていないの？なぜ認められないかというと、それはここがとても危険な場所なので、足を踏み入れない方がいいとされてきたからだぜ。過去にはこちらの場所では魔物が封印されていたと伝えられているとても怖いスポットなんだ。お次は、黒丸パーキングエリアだぜ。京セラ駅前から徒歩30分のところにある黒丸パーキングエリアは、観光などの際に休憩したりするパーキングエリアなんだが、トイレがとても怖いという噂だぜ。トイレには女の子の幽霊がいると言われていて、怖い体験をしたという噂もあったんだ。トイレの水が勝手に流れたりととても不気味な雰囲気なのであまり近づかない方がいいと思うぜ。また、黒丸パーキングエリアを利用される際にはくれぐれも気をつけてくれよな。ここは肝試しで訪れる方も多いスポットだからかなり呪われていると言われてるんだ。次は、猪子山。北向き岩屋観音を紹介するぜ。ここは滋賀県で有名な夜景スポットなんだが、実は心霊現象が数多く目撃されている怖いスポットとしても有名だぜ。夜景を楽しみがてら肝試しで訪れる方も多いスポットなんだ。どんな心霊現象がここでは起きるのかしら？ここにはお墓や慰霊塔があって、夜間になるとこちらの山では幽霊が出るという噂が流れているぜ。北向き岩屋観音は山の最後部にあるんだが、こちらでは特に女性の幽霊を見たという怖い体験をされた方の情報が多く飛び交っているぜ。旧観音坂トンネルは、長浜市から車で15分のところにあるトンネルで、1933年に開通したんだぜ。それ以来、長期間にわたって利用されてきたんだが、2016年に閉鎖され、現在では使われていないんだ。ハイトンネルってだけでちょっと怖いね。ああ。このトンネルの先には急なカーブがあり、数多くの事故が発生しているぜ。そのため、幽霊が出るという噂がよくあるんだ。特に女性の幽霊の目撃情報が多くて、車でトンネルを通ると隣に女性の幽霊が乗っていたという噂があるんだぜ。七つ目に、姉川古戦場跡を紹介するぜ。長浜市から車で20分のところにある姉川古戦場跡は、滋賀県で有名な観光スポットで多くの観光客が訪れているぜ。1570年に姉川の戦いが起きて多くの方が戦死した場所なんだ。また戦場跡ということもあり、幽霊が出るという怖い噂が後を絶たないようだ。この近くにある橋では事故や事件が多発しているぜ。肝試しで訪れる方も多いスポットなので、興味がある方はぜひ足を運んでみてくれよな。次に紹介するのは、甲賀ファミリーランド跡だぜ。
湖南市から車で30分のところにある甲賀ファミリーランド跡は、1970年頃に作られた遊園地で、地元の方から愛されてきたんだ。しかしそんな遊園地も1985年に経営困難のために閉園し、それ以来放置されたために巨大な廃墟となってしまったんだぜ。廃墟マニアにはたまらないスポットで、多くの廃墟マニアが訪れていたそうだぜ。そんな甲賀ファミリーランド跡で写真撮影をすると、オーブが映るという噂なんだ。ここは廃墟ブームで多くの若者が訪れるから、遊具はすべて撤去されたんだぜ。現在では廃墟になった建物だけが残されているぞ。次に紹介するのは、静ヶ岳古戦場だぜ。ここでは自殺をする人が多く、公衆トイレの中で首吊りをした人が発見されたり、リフト内で首を吊り、死体が何周も山頂へと行ったり来たりしていたという怖い噂もあるんだ。ここで自殺する人は首を吊って自殺する人ばかりなので、柴田勝家の呪いとも言われているんだ。柴田勝家って、誰？柴田勝家は静ヶ岳の合戦の時に首を切られて亡くなった人物だぜ。だから首吊り自殺を柴田勝家の呪いっていうのね。ああ。ここでは深夜には首がない武者行列の幽霊が出るという怖い噂もあって、地元の方の肝試しスポットとしても有名なところだぜ。次は、柳瀬トンネルを紹介するぜ。柳瀬トンネルはもともとは廃線のトンネルを利用したもので、列車がまだ運行していた時には蒸気機関車が主力となっていたんだぜ。蒸気機関車とかかなり昔ね。ああ、このトンネルは勾配が強くて、蒸気機関車はスピードが出なかったんだ。そのために、煙がトンネル内にこもってしまい、蒸気機関車が走行できなくなって乗務員が窒息したりと怖い事故が多発してしまうんだぜ。そして、トンネル内では老婆の幽霊が出るという噂があって、地元では肝試しで訪れる方も多いスポットなんだぜ。沢山寺歩道トンネルは、彦根駅から徒歩20分のところにあるトンネルで、過去には使用されていたんだが、現在では使用されていなく、放置されているぜ。放置されてるトンネルってだけでやばいわよ。ああ、外観は草木に覆われて不気味な雰囲気が漂っているぜ。そしてトンネル内は真っ暗で肝試しにぴったりのスポットなんだ。男性の幽霊を見たという怖い体験談や、心霊写真が撮れるという噂もあるぞ。12個目は、土倉鉱山跡を紹介するぜ。長浜市から車で約40分のところにある土倉鉱山跡は、過去には銅の採掘を行っていた場所なんだ。明治40年から昭和40年に閉山するまで銅の採掘をしていたんだが、現在では廃墟となっているぜ。廃墟の鉱山跡なんて呪われてるでしょ。ああ、ここでは様々な心霊体験が報告されていて、不気味な雰囲気が漂っているぜ。ここで写真撮影をすると血のようなものが映っていたりして、怖い体験をされた方も多いんだ。肝試しに訪れる方も多いスポットだから、超怖い肝試しをされたい方はぜひ足を運んでみてくれよな。東近江市にある大塚団地は、住んでいた人たちが急に消えていなくなってしまったような雰囲気のまま廃墟になった団地だぜ。廃墟の住宅内を見ると、荷物がそのままの状態で置かれていたり、部屋の壁にポスターが貼ってあったりと今でも人が住んでいるような雰囲気なんだ。まるで映画の世界のようね。だな。洗濯物が干してあったり、食卓の上に食器が並べてあったりととても不気味な雰囲気だぜ。住民たちが急にいなくなったような感じなんだ。草木が生い茂りとても奇妙な感じがするスポットだから、肝試しに訪れる方も多いスポットだぜ。大津市から車で15分のところにあるホテル祇園は、廃墟ホテルとして地元では有名なホテルなんだぜ。もともとはラブホテルとして営業していたんだが、現在は使用されていなくて廃墟となったんだぜ。廃墟のラブホか。エロコはね。エロ川みたいに言うなよ。ここのホテルの6号室が特に怖いと言われていて、恐怖の扉と呼ばれているぜ。4つ扉があるんだが、1つだけ侵入することができる扉があり、様々な心霊現象が起きていると噂されているぞ。何が起きるのかしら？ここに侵入した人で、実際に中で何が起こったかを口にする人がいないから、未だにわからないままなんだぜ。ここは周辺の土地も呪われていると言われていて、経営者が次々と変わっているそうだぞ。三雲トンネルは、三雲駅から徒歩20分のところにあるトンネルで、
トンネルの前にある電話ボックスでは、心霊現象が起きるので肝試しに訪れる人が多いスポットだぜ。どんな心霊現象が起きるのかしら？ここでは夜中に電話ボックスで話をしていると、長い髪の女性の幽霊が出るという噂があるんだぜ。トンネルでは死亡事故が起きてその幽霊が彷徨っているという噂だぞ。トンネル内はとても不気味な雰囲気だから、車で来られる方はくれぐれも気をつけてくれよな。大津市から車で約30分のところにある琵琶湖大橋は、絶景スポットとして滋賀県で有名な観光スポットだぜ。1964年に開通して以来、多くの観光客が訪れて、琵琶湖の絶景を眺めているスポットなんだ。こんな絶景スポットも心霊スポットなの？ああ。琵琶湖大橋は心霊スポットとしても有名で、様々な心霊体験が報告されているぜ。過去に自殺された方もいて、死者の霊が彷徨っていると言われているんだ。琵琶湖大橋で絶景を楽しみがてら肝試しされるのもおすすめだぜ。甲賀市から車で約40分のところにある、太良尾処刑場跡は、江戸時代に使用されていた処刑場で、多くの人がここで命を落としたと伝えられているんだ。江戸時代の処刑場なら心霊現象が起こるのも当然って感じだね。中学生が遺棄される事件も発生した場所で、数多くの心霊現象が報告されているぜ。ここは不気味な雰囲気だから、肝試しで訪れる際には絶対に懐中電灯持参で行くようにしてくれよな。ただし、ここを訪れると帰りに事故に遭うと言われているからあまりおすすめはできないぞ。安土駅から徒歩25分のところにある、死骸の森は、畑の中に不自然に残っていて、森の中の木を切るとたたりがあると伝えられているので現在でも残されているんだ。安土ってことは、織田信長と関係があったりするのかしら？よくわかったな。戦国時代にはこちらの場所に処刑場があったと言われていて、織田信長が女郎を処刑してここに埋められたとも言われているぞ。周辺を散策していると幽霊の目撃情報があったり、赤い光が見えたりと怖い体験談があるんだ。というわけで今回は、滋賀県の怖すぎる心霊スポット18選を紹介しました。感想やリクエストなどあれば、気軽にコメントくださいね。オカルトや都市伝説が好きな人は、チャンネル登録してミステリー研究員の一員になってくださいませ。それでは次回も、あなたの知らない不思議な世界をお届けしていきます。ご視聴、ありがとうございました。